っと来れた、ラッキーピン。なんかね、変なの言ってんだよね。ラッキーガラナ。後で買ってみよう。人気ナンバーワンセットのチャイニーズチキン。ナンバーワンセットは召し上がりで1点、はい、よろしいですか。はい、召し上がりではナンバーワンセットお願いします。702円でございます。前から失礼いたします。セット2円でお伝えいたします。300円のお返しでございます。はい、どうぞ。はい、恐れ入ります。お席10席となっておりました。はい、座ったテーブルの番号をこちらに書いていただいて、紙だけ戻してもらってよろしいですか。テーブルの、はい、テーブルの番号を書いてこっちに紙ください。お願いします。これを持ってテーブルに行って、テーブルが8番と1番のテーブルに座りました。で、これに書いて戻すんだって。今のテーブルを置いておいて、行ってきます。チャイニーズチキン、これチャイニーズチキンのバーガーでしょ。これポテト、ポテトがね、グラスに入ってきて洗うの大変ですよ。でこのセットで650円。ではいただきます。食べ応えがすごい。ごちそうさまでした。さて、ね、次はこう金森のレンガ赤レンガスープなんだけど、この辺もいいよね。うん、すごい味のある、こうなんだ、こうか、すごい味のあるところで、なんかね、写真撮影とかしたくなるような感じ。うん、やっぱレンガっていいんだよね。レンガいいな。函館おしゃれだな。あ、シーボーンっていうホテルなんだけど、内装がね、めっちゃおしゃれ。ここはあの2月に来た時に、ちょっとあの2月ね、函館も大雪でさ、全然なんか外がね、出歩けないぐらいだったので、まあ、ちょっと休憩しに入ったら、内装がすんごいおしゃれだった。わかる？ちょろ？ほら、こんな感じでめっちゃおしゃれな内装で、で、ちょっと撮影に使わせてもらいました。夜遅くまで。感謝感謝。函館アリーナ前に来ちゃったら、ドライバーがレジャーしてるんですよ。最高。函館アリーナ前に来ちゃいました。今日はラブライブの、ライブのあるらしくって、それでアリーナ前めっちゃ人いるんですよ。あの函館の電車も今までにないぐらい混雑してて、で地元の人たちがあの到着した電車を見てギョッとするっていうね、うん、まあちょっとね、イベントはやるの簡単だけど、やっぱりその人育てのってすごい難しいんですよね。あ、これ乗ってけばよかった。で、ちなみに今なんで歩いてるのかっていうと、本当はアリーナ前まで来る予定がなかったからです。間違えちゃって降りるところ。
なので今ちょっと、2駅ぐらいちょっと戻ってるところですね。ああ、目的地がどんどんと遠ざかっていく。なんてこった。ここ、なんて言ったらね、柏木町の桜並木かな。あ、ここいいね、街中だからやっぱちゃんと咲いてる。うん、これは望遠で抜いて撮るのにちょうど良さそう。ただ木が高いところにあるから、まあ、当然ねこれ、並木通りって言っても一般の道路だから、だからちょっと高さはあるんだけれども、まあ撮るとしたらど真ん中かな。うん、 OK。末広町です。末広町ね、うん、また降りるところ間違えた。戻ろう。これが有名な八幡塚ね。なんか上の方に人いるんだよね、いっぱい。反対見ると結構絶景なんだけどカメラがあんま伝わらない。ハリス監督記念日本キリスト教会。このね、窓の作りとか独特ね。これは日本の文化じゃないしね。いいでしょ、これ。こういうのも、なんかどのぐらい函館民しか知らない。ミスドが、なんかご当地の特別に安いものになって、はい、ここはどこだ。ここはね、もうそろそろで五稜郭。後ろに五稜郭タワー見えるんだけど、見えるかな。ちょっと影になってるね、うん、で今五稜郭タワー、まあ、いったら五稜郭公園だね。五稜郭公園に向かって歩いてるとこです。今日の夜の予定は流れちゃいました、うん、なので、まあ、せっかくね来たし、五稜郭桜がちょうどいい季節だっていうんで、五稜郭公園の桜をちょっと見てこようと思ってます。一応ちょうどね、満開の季節、満開のタイミングだったんですよ。違うな、開花のタイミングか、厳密にはね。あとはライトアップもしてそうなんで、ちょっと近くに行ってみたらお楽しみになってくるんですね。色変だけど、まあ、いいねこれ。ここだったな。これ後で色調補正できるかな。これ向こうに見えるのが五稜郭ね。向こうに見えるの。ここ良かったな。高さもちょうどだったし、まあいいや、仕方ない。ライトアップっていうほどライトアップでもないな。ちょうどランニングコースらしくて、結構ランナーの人とすれ違うんだよね。向こう渡れないのかな、この向こう。ああ、向こう渡れないんだ、残念。
ちょっとね、この古めかしい感じ。1987年でしょ。とは思えないような感じですよ。よくわからない。あ、よくわからないと、ラッキーか。なるほどね。それは第一。特徴バーガー。これは、バーガーの特徴なんじゃなくて、食べたら特徴なんですね。これ、すごいね。めっちゃ並んでる。酒飲みにはたまらないお土産ばっかり。醤油好きにもたまらない。だからこんにちは、これから新幹線で東京に降ります。とりあえず函館でしょ、桜は取れたし、あとはラッキーピエロも2回行けた、ラッキーピエロも2回行けたし、まあ、概ね今回の目的は達成されたかな。ちょっとね、撮影の時間が短かったっていうのがイレギュラーだよね。函館の五稜郭は行けなかった。これはまたちょっと次回への仮に、まあ、次回へのその課題っていうことで、そんなところかな。私これあの東京、これ東京戻ったら ABC マイニングクラブのオフ会初めて東京でやるんですけど、それの時のお土産にしようと思ってます。1時半かな、1時半に電車に乗って6時ぐらいには東京に着いて、でそこから新宿に移動する予定です。はい、じゃあそんな感じでまた。新函館北斗までは函館ライナー乗って、とりあえず北斗、札幌北斗っていう新幹線のところまで向かいます。Guaranteed a seat when you are on board the Shinkansen and